メラシステムは農業用車両や自律移動ロボットなどの屋外アプリケーションで周囲を認識して機能を効果的に実行するために使用されます。これらのカメラシステムは屋外の厳しい照明条件でも高品質の画像と動画を生成できる必要があります。また車両やロボットの大きなサイズに対応し、屋外環境での LED のちらつきを軽減する必要もあります。そこで当社は高性能 ISP を備えた AR0233AT をベースにしたフル HD HDR GMSL2 カメラ、ナイルカム 21CUXVR を発売しました。ここでナイルカム 21CUXVR が農業用車両とどのように最適であるかを見てみましょう。農業用車両に搭載されたカメラは、耕作、水やり、肥料散布、植栽の際に作物や障害物を検出するために使用されます。作物やその他の障害物の検出には、厳しい照明条件や AI 機能への即時サポートの欠如などの課題が伴います。また、これらの車両の大きなサイズに対応するには柔軟なケーブル配線オプションも必要です。ナイルカム 21CUXVR はこれらすべての要件を満たすように構築されています。GMSL2 インターフェースを搭載しており、最大15メートルの距離までビデオデータを送信できます。このカメラの HDR 機能は、厳しい照明条件でも作物の非常に鮮明でシャープな画像を生成するのに役立ちます。このカメラは、農業アプリケーション向けの高度なソリューションの開発を可能にする AI 機能を備えた NVIDIA JETSON AGX Javia プラットフォームをサポートしています。ご興味を持っていただけたでしょうか。御社のご要件を満たすカスタマイズサービスとエンドツーエンドの統合サポートも提供いたします。ご興味がございましたら、当社または当社の日本代理店にお問い合わせください。